というわけで今日は修繕対象に来ました。ちょっとねものすごい風と雪、明日からねまた寒くなるみたいですけど、A にしとく、A にしときます。 A ラムだけで、はい、大丈夫です、はい、はい、わかりました。はい、やっぱり1日に200人、300人来られる日はちょっとおかわりを持つのが間に合わなくなるんですよ。だからちょっとそういう忙しいシーズンの時限定で、まあ、大体土曜日、日曜日、祝日になって夕方に近づいてきて落ち着いたらバイキングはちょっと終了して、まあ、こっちのコースにまた戻る。冬はこうやって A コースとバイキングでちょっと余裕があるので、あの提供したりはしてるんですけど、やっぱり忙しい、もう春、夏、秋ぐらいになると土曜日、日曜日やっぱり基本的にはバイキングが。火ついてるかな。ああ、ついてる。
冬に来ることはないんですか。あ、ないです。大体夏とか、あ、ちょっとやっぱ南の方が暑いから、ちょっと上でね、涼みたいなって時に結構来るんだけど、今日はなんかそんなにね、人がやっぱりいるわけじゃない。野菜を置いてもらえれば、お肉から油が出た時にそういう油を吸って野菜が美味しくなるのと、油を吸ってくれるので、もうあの鍋の底に油がたまらずに、あの跳ねるのを防止するって油を吸って、なので、まあ、こんな感じで野菜を広げておいてもらってから、そうですね、お肉とかをもうその都度その都度食べられる枚数、こういう風に、まあ、鍋の真ん中ぐらいに敷き詰めておいていただければ、これで大丈夫ですね。一応当店で推奨させていただいている焼き方が、まあ、こういった形になります。まあ、他にも焼き方、お客様の中にはあの先にお肉を焼いて、その上に覆いかぶさるように野菜を置いたりとかする方もおられるので、そこはお好みで。なるほど。大丈夫です。まあ、このような形で焼いて、焼けていったら、まあ、お肉をひっくり返していくって感じになります。思ったより焼けてなかった。Thank you.
あ、というわけで今日ね、ジンギスカンいただきました。とてもね、ヘルシーで美味しかったです。この寒い時期ね、お客さんがまあ比較的ね、少ないので、まあ、予約とかね、待たなくてもいいかなと。ぜひね、皆さん行ってみてください。